里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。なんかいろいろ巨人が、はい、まあ人事だったり、はい、いろいろ動いてるみたいですけど。そうですね、はい、スピーディーなんか動いてますよね、はい、まあ一番大きいのはね、まあ、安倍晋之助が引退して二軍監督になるっていうね、はい、来期から、はい、だからもうこれは多分もう未来の監督に向けての、うん、多分英才教育入ってますよね。いやもうまずもうそれしか考えられないです ね、はい、だから今の原監督が長嶋監督の時に、うん、助監督とか、はい、そういうのをしてラインを作ったかのように、うん、多分安倍晋之助も、うん、多分このまま二軍監督してひょっとしたらその監督になる前に一軍のヘッドコーチとかで上がってくる可能性ありますけど、うん、もう確実にね、うん、でそれによって二軍のコーチ陣も晋之助がやりやすいように若い選手がコーチに、ね、はい、なって若いコーチたちで組織作られてますよね。だまあそれはやっぱチームとしての方向性が見えて、まあ、いいですよね。あとやりやすいようにっていうビジョンも見えて、はい、でその段階踏んでっていうところでは、うん、まあ、すごいやり方なんじゃないのかなと、はい、で最近よくねその選手からすぐ監督になってあれダメやろっていうなんかね世論の声もある中で、うん、まあ、そういったところでちゃんとこうやチームとしてやっていこうっていうのはすごいいいことだと思うんですよね、はい、うんうん、あと、まあ、石井拓郎さんがね、はい、ヤクルトからコーチで来るっていう話で、はい、まあ、まあ、今期ねその小川監督がヤクルト退任して、まあ、宮本慎也さんとか、まあ、石井拓郎さんとかね、うん、多くのコーチの人たちが、まあ、辞めることになりましたけど、うん、まあ、いいと思う人はチームの垣根を越えて、はい、やっぱり雇った方がいいですよね。だからなんかね生え抜きじゃなきゃとか、はい、いろんなところのしがらみにこだわることなく、はい、いいと思って野球理論とか話してみてよかったと思う人がいれば、うん、そしたらまた大きくね、うん、またこれから若手が育たなきゃいけない中で、うん、その石井拓郎さんの力がチームにすごい良くなっていく必要性もあるし、はい、あとニュースではね元木さんがヘッドコーチになるっていう、はいはい、話もありますし、僕本木さんと宮本さんがコーチになってチームにもたらしていくってすごい大きいと思うんですよ、はい、その明るいキャラクターとか、うん、その選手を乗せていくとか、うんうん、コミュニケーション能力の高さとか、はい、そういったところの与える影響ってすごい大きかったと思うし、言い方語弊あるしちょっと難しいんですけど、はいはい、そこはちょっと噛み砕いて聞いてほしいんですけど、はい、案外チャラチャラしてる人って考え方めっちゃしっかりしてますよね。そうなんですか。何気に、はい、そのギャップがあります。そのチャラチャラっていうのは見たところこうすごく愉快で明るく見えるっていうことだ、はいはい、人でもすっごいだから考え方しっかりしてるから、はい、うん、野球話したらめちゃくちゃ濃いですよね。へ、そう違う顔が見えますよね。だから本木さんと宮本さんはその一面がすごい見えるんで、はい、僕はだからその最初ね、うん、なんかそのバラエティー班がなんとかっていう声もありましたけど、うん、はい、すごい適任だったんじゃないのかなと思うし、うん、チームが明るくなったりとか、うんうん、そういったこのコミュニケーションとか、はい、もしくはモチベーション上げるっていう、はい、そのコーチのすごい大事な、はい、一つのピースを技術論だけじゃなくて、はい、すごい巨人にもたらしたのは今年リーグ優勝に向けてはすごい大きかったんじゃないのかなと思うんですよ。うん、だそういったところもまたヘッドコーチになって、はい、さらにまたその本木さんの個性がすごい発揮されるんじゃないのかなとも思うし、はい、そのファンサービスとかにも含めてファンの人との接点近くなったりとか、はい、ってなってくると多分普通の空いたところにそのいろんな人が入ってくるから、うん、まあ、こういろんなこう動いてますけど良かったですよね。そうですね、はい、私よくこう思うことがあるんですけど、はい、大体その、まあ、二軍監督なりコーチ監督ってそのまあ、大活躍した人たちが引退してなることが多いじゃないですか。でも、まあ、よくどの世界にも言うんですけどその選手として活躍するのと指導者とはまた能力が別だっていう言い方もするじゃないですか。 そうですね、はい、それっていうのはどうなんですかね。まあ、能力は別なんですけど、うん、はい、実績あった方が説得力あるっていうのも事実なんですよ。まあ、確かに説得力はそうですね。結局は、はい、アメリカの、はい、人があんまり教えないって言うんですけど、うん、はい、まあ、確かにそれは事実なんですけど、うん、なんで教えないかっていうと、はい、ルーキーリーグまで入れると、うん、数百人規模で1チームいるんですよ、はい、だから要は教えなくてもどんどん出てきますよね。数の原理じゃないですけど、はいはい、うん、日本って、まあ、育成もいますけど70人の中でトッププレーヤーにしていかなきゃいけないんで、うん、はい、やっぱある程度の指導はしていかなきゃいけないと思うんですけど、はい、うん、僕の個人的な見解は、はい、実績なくても素晴らしいコーチの人いるんですけど、うん、いきなり1軍は来ない方がいいよって思うんですよ。
その実績がそこまでない方がってことですか。いきなり1軍に来て、うん、いきなり実績ある人たちばっかりと対峙した時にやっぱ言うこと聞いてもらいにくいんですよね。あ、まあ確かにそれはありますね。うん、いいこと言ってる指導力があることよりも、うん、コミュニケーションと信頼関係があることの方が大事なんですよ。はい、どんなに間違ったこと言ってても、うん、あの信頼関係やったらそれ素直に聞くじゃないですか。はい、どんなにいいこと言ってても信頼関係なかったらそれ聞かないんですよね。うん、だから僕はもう実績ない人は2軍からスタートして若手新人で入ってきた人と一緒に育ってきて一緒に1軍に来たら、このここの信頼関係すごいあるんですよ。はい、だからこの人がすごくなったとしても信頼関係あるから、うん、でこの人を育てたのはこの人みたいに言ってくれるわけじゃないですか。うん、そうしたら実績なくても一目置かれるようになるんで、はい、コーチングしやすくなると思う。ああ、なるほどな。だから僕は選手と同じように実績ないコーチは2軍とかからスタートして育て上げた人と一緒に1軍に来て、うん、その人の力も使いながら一目置かれるようになっていった方が、うん、説得力増すと思うんで。あ、なるほど。まあもちろん実績がないとは言えないですけど、平石監督とかはそうでしたよね。そうですね。うん、2軍でものすごく人望があってみんなに好かれてこう上まで来ましたよね。だからそういうのの方がいいと思うし、うん、はい、まあ、2軍だといろいろ試せることもあると思うんで、うん、その阿部選手をね、はい、1軍じゃなくて2軍の監督にしたっていうのはすごい僕は良かったと思うし、うん、でまあ外国人も含めてジャイアンツね、マシソンが辞める、うん、ジャイアンツを辞めて、まあ、来年のカナダ代表オリンピックに向けて頑張るっていう情報もありますけど、はい、多分大きく外国人も戦力が変わっていくと思うんですよね。うん、はい、でその中でやっぱ今年リーグ優勝はしたけども、うん、日本シリーズ4連敗してしまったっていうところの反省点も踏まえて、うん、もっと変えていかなきゃいけないっていう原監督の思いが、うん、あとまあね、全権委任されてるんで、はい、動かしやすいっていうのはありますよね、うん、原監督がね、はい、そういった風なこともどうやって変わっていくのかは非常に興味ありますけど、ね、うん、そうですね。あ、でもね、もし佐藤さんがその2軍とかのコーチになるとするじゃないですか、うん、そしたらなんでこんなこともできないんやとかなんないんですか。なんかなりそうじゃないですか。そうですね、はい、なんかそうすごい勝った選手ってそういう風に思っちゃわないのかなって。だから自分が簡単にできたことがあって、僕はその時だったら、まあ、山中さんから教えられたように、はい、どうやったら上手くなれるかの練習法の引き出しを与え続けますね。ああ、なるほどなるほど。それじゃ上手くいかんのか、うん、じゃあこっちのパターンどうやみたいな、うん、っていうのを考えます。あ、まあ、そういう提案の仕方をしてくださるコーチだったらいいですね。はい、だからその何がいいのかを人それぞれあるんで、うんうん、それにだからめっちゃ考えますよね。こいつは何が合ってるんやみたいな、はい、だいろんな人のこういうやり方もあるよっていうのを、うん、だからまあ上手くならなかったらもう自分の責任やぐらいの責任感いりますよね。うん、ああ、そうですね。うん、なるほど。でも確かになんでできんのやって思いますよね、多分。なんかすごい選手って思っちゃわないのかなと思うんですよね。うん、うん、でも逆に実績ない人だったら、はい、なんでできるのかなが分かんないこととかないですか。逆になるほど。それなんでできるのかなみたいな。逆も困りますよね。自分できなかったのにこいつできちゃうなみたいな。ああ、これなんでできるんだよな、分かんないけどなっていうのも困るじゃないですか。なるほど。そっか、まあ、実績ある方の方がじゃあ引き出しはもしかしたら多いのかもしれないですね。うん、僕はもう100回の失敗より1回の成功した方が絶対いいって言うんですよ。うん、ああ、そうなんですか。だってもしね、はい、本売ってるじゃないですか、はい、私100万回のチャレンジしてきましたけど、うん、1回も成功しなくて身を結びませんでしたけど、はい、100万回のトライした本出しましたって言ったら読みたいですか、そんな本。いや、まあ成功した人に読みたいですよね。結局いろんな人の本とか読みたかったりなんかするのは、うん、はい、その成功体験の中のどんな失敗を乗り越えて、はい、その成功をつかみ取ったかが知りたいだけで、はい、うん、成功したことなくて失敗の100万回の理論聞きたくないでしょ。どれも成功しないんですよ。確かにそうですね。どれやっても成功しないんだ、うん、だからやっぱ勝ち方知ってる人が一番やっぱり大きいと思うんですよ。はい、失敗繰り返しても失敗するだけでは成功しないんで、うん、まあ、こうしたら勝てるんだ、こうしたらうまくいくんだが大事なんですよ。はい、そうした意味では今年ジャイアンツが、まあ、5年ぶりかに、うん、リーグ優勝を果たして、はい、そのリーグ優勝できる勝ち方を今の選手たちは分かったと思うんですよ。はい、だそれを分かった上でさらに成長しつつ、うん、届かなかった日本一っていうところに再トライですよね。うん、そのためにやっぱ中も変えていかなきゃいけないっていう、はい、ところは
楽しみですね、来年。そうですね、まあ、人事が変われば中身も変わってきますからね、はあ、でそれでまた新人選手も入ってくれば FA とかも取ってくるんじゃないですか。三輪選手ね、 FA 宣言しましたね、はあ、なんか話になってますね、はい、あとロッテの鈴木大地もジャイアンツね、ああそうだからダブルドリーみたいなね感じで出てますけど、まあ、どうなるか分かんないですけど、はい、三輪がジャイアンツに入ったらジャイアンツのね先発ローテーションも若干今年苦しかったですけど、うん、そこがまた補えるっていうところで、はい、でもそんなのもう、うん、企業努力っすから、はい、いいものは買う、これですよ、はい、お金があるなら、お金があるなら買う、それが一番ですね。いや買っていかないと、はい、なんだってそれが悪いことじゃなんでもないんですから、うん、だからそういうのも含めて、うん、まだ動きそうですね、はい、ジャイアンツこれから、うん、まだあのスタッフ陣も完璧に全部発表されたわけでもないし、はい、それが国土発表されてバシッて決まった時に、うんうん、まだ来年のビジョンが見えるんで、はい、まあまだ楽しみが増えますよね。そうですね、はい、いや FA がどうなるのかも本当楽しみですから。そうですね、はい、客観的に見てるとね、うん、あの自分のことじゃないんで、はい、はい、そうですね、はい、あの FA する理由っていう動画もありますから、それもね改めて見ていただいて、そうです、もう一回見てもらって、はい、今の FA 選手たちがどこに入ってくるのかを、まあ、楽しみながらもう一回見直してください。はい。